埼玉スタジアム2002埼玉スタジアム2に、埼玉スタジアム2002は、埼玉県埼玉市緑区の埼玉スタジアム2002公園内にあるサッカー専用の競技スタジアム。施設は埼玉県が所有し、埼玉県公園緑地協会が指定管理者として運営管理を行っている。2002FIFA ワールドカップを日本で開催するために作られた。 サッカースタジアムの一つ。日本国内のサッカー専用競技場としては、最大となる六万三千七百人を収容できるスタジアムで、日本プロサッカーリーグ、J リーグ、サッカー、日本代表の国際 A マッチなどでも使用されている。こけら落としは二千一年十月十三日の j ワンリーグ戦、浦和レッズ VS 横浜 F マリノスで、この試合の観客六万五百五十三人は、 当時の J リーグ最多記録となった周辺は都市公園、埼玉スタジアム2000に公園として機能しており、サブグラウンド3面、フットサルグラウンドといったサッカー関連施設のほか、芝生広場もある。これらの施設を利用したスポーツクラブも開設され、レストハウス、レストランも含めて一般市民に開放されている。正式な表記は埼玉スタジアム2に、 二つある数字の2の間に記号の丸が二つ入るであるが、埼玉スタジアム2002の公式サイトを含め、マスメディアでは全て数字で200 2002、2と表記されている。一般には単に埼玉スタジアムまたは略されてサイスタと呼ばれたり表記されることも多い。なお、J リーグのホームページでは埼玉と表記されている。 2005年、2009年、2013年、2016年には J リーグアウォーズでベストピッチ賞を受賞した。会場から2002年までは FIFA ワールドカップとの兼ね合いから年間5.6試合程度の開催に止まっていたが2003年にレッツのホームスタジアムとして登録されたことで J リーグ山崎ノビスコカップを含め主催試合数を徐々に増やしていく。2005年には 本社機能の一部をスタジアム内に移転して試合数をさらに増加させ、2010年からはリーグ戦全試合を当地で開催し、コマバスタジアムで J リーグカップ1試合を開催。2011年及び2012年は J リーグ公式戦、J リーグカップ共に全試合を当地で開催している。2012年度までは陶器場、埼玉、 駒場併用という形をとっていたものの、2013年に限り、駒場の本拠指定を取り消して、埼玉一本に絞ったが、2014年から二箇所併用に登録を戻している。なお J リングファンズガイドでは2011年度から駒場の本拠地記述を抹消している。大宮アルディジャムホームゲームの一部を2001年から開催し、特に本拠地の大宮公園サッカー場を、 J1 基準に満たすためのスタジアム改修が着工された2005年には実質的な準メインとなり2006.2007年度はメインを駒場に移し観客動員が多く見込まれる試合のみを開催した。しかし3万人以上が集まる埼玉ダービーアルディジャ主催試合は上部スタンドを開放しないため3万人台でもほぼ満員状態となるを除くと 観客数は伸びず、規模は大きいが、旧大宮市地域からの交通の便が悪いことから、アルディージャは当地を利用した利点は少なかった。2007年10月に、大宮公園サッカー場の改修工事が終了し、教用が再開されたことから、2008年は、アルディージャの主催試合は行われなかったが、2009年は、リーグ戦3試合、2010年は1試合を開催した。 2011年以降のホームゲーム開催はなくなり、同年で撤退。2002FIFA ワールドカップでは、日本代表のグループリーグ初戦、VS ベルギーや準決勝、ブラジル VS トルコなど4試合が行われた。なお、当初目指していた決勝戦の誘致は、アクセスや収容人数の観点から横浜国際総合競技場に譲ることとなった。その後も、 ビファワールドカップ予選や親善試合において日本代表のホームゲーム開催実績を多く持ち首都圏では横浜国際総合競技場とともに日本代表の事実上のメインスタジアムとして用いられいる当スタジアムは陸上競技用のトラックがないので陸上競技の開催は不可能でありサッカー以外の球技に利用できないというわけではないが ゴールラインとスタンドの距離も近いためか、ラグビーやアメリカンフットボールの開催も行われていない。一般開放も前述の通り第4グラウンドフットサルコート以外は行っていないが、施設見学は可能。2015年7月現在、コンサートへの利用は構造的には可能だが、芝生保護などの理由でピッチ上でのステージ構築などを見合わせているため、現在まで、 開催実績はない。2003年8月には、阪神タイガースを応援するパブリックビューイングが、スタンドと大型画面を利用して実施されたが、企画者の予想に反してスタジアムは換算とした上に、プロ野球地域保護権に基づいて、埼玉県を保護地域、フランチャイズとする西武ライオンズからの抗議を受け、プロ野球のパブリックビューイングは、この時限りとなった。その後、 ドイツで行われた 2006FIFA ワールドカップで、サッカー、日本代表の試合でパブリックビューイングが実施された。一方、スタジアム公演では、フリーマーケットや展示会など、サッカー以外のイベントも開催されており、そのうち結婚式、スタジアムウェディングでは式を挙げた二人が例外として、ピッチの上を歩くことが可能である。また、テレビドラマや、 コマーシャルなどの撮影にも活用されている。大規模災害時には防災基地としての活用が想定され、スタンドの下には非常用食料が備蓄されている。また、太陽光発電装置や雨水利用装置も備えられ、通常はスタジアム管理に活用されている。南北の両サイドスタンド最後部に設置された大型映像装置。 スタジアム会場当初より使われてきた初代のビジョンは2012年シーズン終了後に撤去され、翌2013年シーズンの開幕からはフルハイビジョン化した2代目に移行している。初代の時計部分は映像表示部とは別の独立した機構のものだったが、2代目は全面が映像表示部となったため、時計もビジョン内映像として表示されているレッツ線のみリズム時計工業のロゴが 時計上部に入る。初代、2代目ともに、三菱電機製。メインスタンド及びバックスタンドのアッパー、上段最前部に備え付けられた帯状の映像装置。2013年シーズン終了後に設置され、2014年シーズンの開幕とともに利用が開始された。通常同期は、本設備設置前に並んでいたスポンサー看板と同じように、各スポンサーの表示が並んでいるが、 選手紹介時などは両、サイドスタンドのオーロラビジョンと連動して、スタジアム内の演出活用されている。三菱電機製、JD グレッツ主催試合では、2006年からこれに、ゴール裏の箇所、2列にもリボンビジョンが設けられており、一体演出がなされている。スタジアムの屋根に降った雨水は貯水槽、3250立方メートルにため、普段は、ピッチの散水。 トイレの洗浄用として利用されているが、災害時には3000人が1ヶ月間避難可能な浄水として利用出る。また、太陽光発電設備も整っており、事務室の日中の電気を賄っている。大災害の発生など、1万1の避難時の時にも6万人が13分間で避難できる計画が策定され、大地震である震度7クラスの揺れにも耐えられるようになっている。 その他、2200平方メートル一般住宅で約30軒分の備蓄倉庫や浄水器を備えた防災支援機能が用意され、倉庫内には食料や毛布類、生活用品を備蓄している。J リーグやサッカー日本代表試合開催時などは各社により臨時のシャトレバスが運行され、バスターミナルはスタジアム北側に設置されている。バスの出発地は 以下の通り。このほか、国際工業バスによる通常の路線バスが以下の通りに運行されている。埼玉県公園緑地協会は、埼玉県発のエリア放送地上一般放送局の免許2012年、平成24年8月30日取得、サイスタ TV という愛称で、ワンセグ放送を同年9月11日から実施していたが、2017年、 平成29年9月30日に廃止した。場内に地上一般放送局一局が設置されていた。現在、浦和レッズ主催試合の一部で実施されるサイスタ CH チャンネルは、浦和レッズが実施するユーストリム動画配信サービスであり、エリア放送ではない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。